皆さんこんにちは。観光シーズンも竹縄、このシーズンになると武蔵野線を走る臨時特急が気になりますよね。そこで特急鎌倉の始発駅吉川南駅に向かっています。まず最初に吉川南駅で特急鎌倉と海浜公園コキア高崎号を眺めます。吉川南駅の後、眺めの良い東川口駅に移動し、蔵の町川越号と特急ではありませんがカシオペア紀行甲府を眺めます。残念ながら雨上がりの曇り空で眺めはもやもやです。
待たせいたしました。特急鎌倉、鎌倉駅まもなく発車いたします。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。武蔵野線を西から来るコキア号は、吉川南駅の次に停車する駅が水戸駅で、東から来るコキア君津号は、西船橋駅の次が水戸駅、平塚号に至っては、横浜駅を出ると、品川、東京、上野を丸無視して、水戸までノンストップです。この列車で、見晴らしのいい東川口駅に移動して、蔵の町川越え号とカシオペア機構、甲府を待ちたいと思います。ご注意ください。